くないこれ。帽子が大きめのフードになってるから可愛くて買いました。これウィゴなんだ。まだ1回しか着てないけど、めっちゃ帽子大きいの。可愛くないっていう。こんばんは、しゅうちゃん。こんばんは、来てくれてありがとうございます。ひろくんこんばんは、来てくれてありがとう、ギフトありがとう。まりあちゃんこんばんは、おがちゃんこんばんは、来てくれてありがとうございます。おさむさんこんばんは、来てくれてありがとう。とみちゃんこんばんは、ありがとうございます。うはくまさん、まりあ好き、ありがとうございます。みなとくんこんばんは、来てくれてありがとう。そう、フードが大きくて、この袖が長いのって今の流行りという感じみたいで、そう、これ明日着ようかなって思ってたんだ。そうだ、明日着ようと思ってたんだ。明日着ていいかな。まだ家でしか着てないから許されるかな。フードかぶってみて。フードはもう要はさ、こんぐらい、あのお団子してるからさ、あれなんだよな、お団子してるからな。ダラパンダさんギフトありがとう。花びらかわいい。なんか今鶴間公園にめっちゃみんな行ってるみたいで、なんかストーリーとかでさ、すごいさ、たくさんの方があの鶴間駅にいるのを見て、あ、私も行きたいなって思いながら見てました。まあでもいいんですけど、今日はこのミニオンと一緒にお話したいと思います。この奥はちょっと雑談というか、もうとにかく喋り続けたいなと思うんですけど、のりくん綺麗でありがとう、ギフトありがとうございます。たっくん、マリアンヌこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。翔太くんこんばんは、来てくれてありがとう。のりくんこんばんは、来てくれてありがとうございます。女子バナしかかたん、ありがとうございます。今日も女子バナのレギュラー出演権のですね、オーディションということで、あら結構縮まってることない？30万差あったよね、やば。皆さんぜひ、結構差が縮まってきているので、ご協力よろしくお願いします。マリアの頭なら3人入れそう。3人は入れないかな。エムニャンギフトありがとう。シュンケンさんハートありがとうございます。つるまとつるまいの区別がつかない。そうだよね、マリアもつかない。つるまとつるまいってどう違うんだろう。つるまとつるまいでしょ、ちょっとよくわかんないんだよな。でもつるまが正しいんだと思う、多分つるま駅ってあるから多分それだと思うんですけど、はい。ということで、今日は私ディズニーランドめっちゃ好きじゃないですか。そうで、ディズニーランドめっちゃ好きだから、なんかそのディズニーのなんか回り方っていうか、マリアが思うディズニーとかシーの思い出とかを語っていこうかなって思うんですけど、ちょっとそれを書くね。ちょっと待ってね。ディズニーについて語るよ。ディニーについて語る。星投げカウントお願い。オッケー。マリアのとりあえずレインボースター投げとく。ありがとうございます、ありがとうございます。メンタンレインボースターありがとうございます。そう、初めてディズニーに行ったのはいつだろう、小学校ですかね。私幼稚園の時に行ったことがまだなくて、多分そうサンリオピューロランドとか行ってたんですけど、あんまりなかったんですよ。
そう、何パパが嫌いそう、パパが多分そのそういう人が多いところとかそんなに好きじゃなかったからか行かなくて、そう行かなかったから、あの初めて行ったのは友達と小学校の時に行きました。しかも小学校で2人で行きましたね、親なしで。はい、勝手に明日行ってくるみたいな感じで、しかも夜行バスで行った、一番最初は。だから夜行バスを初めてその時に乗って、結構きついんだなって思って、夜行バスが、夜行バスって結構あのいっぱい乗るんだなと思って、それ以降は乗ったことがないんですけど、その時夜行バスで行って、でそれで初めて行って、そっからめっちゃハマっちゃってたくさん行くようになったんですけど、私はなんかどちらかというと C よりランドが好きなんですよ。そう、ランドが好きで、めちゃめちゃランドが大好きで、そうあのランドをに行くことが多いんですけど、そうですね、ちょっと待ってね、お礼のあれだけよ。サイダーさんありがとうございます。メンさんもありがとう。ナーさんありがとう。タカちゃんもありがとうございます。こんばんは。サイダーさん2週完了ありがとうございます。小学生にしたら行動力ありすぎ。そう、小学校の時から結構そのませてたからそう、なんかいろんなことやりたがってた。そう、なんかお姉ちゃんがピアス開けて、あの小学校で開けたんですよ。全然ヤンキーとかじゃないんですけど、めっちゃ開けたいとか思って、その人に影響されやすく開けましたとかもいろいろ含め、そのディズニーも行ってでって感じでしたね。29日の障害のお詫びに全員にレインボースター30個配布されてる。お、皆さんぜひ今レインボースターが多分配布されてるから長押しとかするとあるのかな、レインボースターが、じゃないかな、長押しとかするとある。レインボースターどうやったら出せるの教えてほしいな。レインボースターをぜひ投げてくれるととても嬉しいです。小学校の頃夜行バスはすごいね。すごいよね、我も今思うとすごいもん。ガクさんお花ありがとうございます。ありがとう。あやたんもおはよう。マリアちゃん名城公園行ったのね。そう、名城公園行ってました。そう、小学校の時はこういろいろやってた。おさむさんレインボースターありがとう。ありがとうございます。皆さんマジックドラゴンさんレインボースターありがとうございます。しゅうちゃんレインボースターありがとう。のりくんお花ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。のりはんさん初見です。来てくれてありがとうございます。星野マリアです。今イベントに参加していますので、星投げカウントとか少しでもしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。そう、そんな感じの感じの感じで、で私はディズニーのランドの方が結構好きなんですけど、ランドのあの私が一番好きなのはスペースマウンテンが好きです。あの入り口に入って、あのなんだあれ、モンスターズインクがあって、そのすぐなんかまっすぐ行くとあるんですけど、なんかすごい暗いところをジェットコースター、もう高速ジェットコースターでビュン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 って行くんですけど、それがめちゃめちゃ楽しくて、マリめっちゃ好きなんですよ。そう、めちゃめちゃ好きで、一緒によくあの友達と、あのなんか絶対にファストパス取ってあのジェットコースター乗るんですけど、あそこは結構人気だからね、1時間待ちとかも当たり前なんですけど、まあでもなんかディズニーの待ち時間ってそれも楽しかったりするから、マリは好きだなって思ったりはするんですけど、もう最近はファストパスをこう取るっていうよりも携帯で予約できるから、それもいいとこなんじゃないかなって思うね。うん、楽しいよねそれもっていうのりくんハートありがとうございます。ガクさんお花ありがとう。ゲベルッチュさんも花びらありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。もひもひ、せいじさん、50マリありがとうございます。
マリアちゃん絶叫系好きなの。絶叫系大好きですね。タカさんこんばんは、来てくれてありがとう。ちょっとレインボースターのやり方をちょっと教えてくださるととても嬉しいです。で、ディズニーの私がよく食べるものはこのね、なんかちょっと見せるのやめようなんかチリトスのチリトスっぽい、なんかチリトスっぽいっていうかチリトスのやつチリトスのやつが好き。てかチリトスが好き。よくなんか限定でチョコ味とか、まあチョコはまあ普通か、なんか蜂蜜味とかあるんですよ、その期間限定でみたいな感じであるから、そのチリトスをよく食べますそのチリトスよく食べます。めっちゃ美味しいから好き。ギフトのところ長押しで定番のところを下に行けば、あ、だってみんなレインボースターは長押しして下の方行くとあるので、それを押していただけるとレインボースター大丈夫だと思います。タジさんお花ありがとう。めちゃめちゃ可愛いやんこれ、ありがとう。みなとくんレインボースターありがとう。のりくんハートありがとう。3周フル完了、メンターありがとうございます。ありがとう。ギブリッチュさんレインボースターありがとう。みんなレインボースターが送れると思うので、それも送ってくださると嬉しいです。のりくんもハートありがとうね、本当に。そうレインボースターは多分みんなやらないと損なので、お願いします。ポチポチポチとポチ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 とお願いいたします。すいませんがお願いします、はい、って感じでディズニーの話に戻ろうかな。ディズニーはそう、そんな感じで食べてて、待ち時間によくその美味しいもの食べながら自撮りとかしてるんですけど、もうね楽しいよね、行きたい早く。なんか最近のディズニーは入場が多くなったみたいで、何この可愛いの、花びらが散ってる。入場制限がさ増えたみたいでさ、それもまた人多くなっちゃうなと思ったけどね、可愛いね。よしよし、キムクマさんだよ。キムだよ。マリアが明日着てこうと思ってた服の、クマの、あ、それ着ればよかったね、今ちくしょう。99にならないな、レインボースター。レインボースターは多分99にはならないのかな、多分。めんどくさいので、あ、で、これでめんどくさい。ありがとう、こんばんは。大丸さんフルありがとうございます。ありがとう。今モンブラン食べてる。羨ましい、羨ましいな。でディズニーのなんか食べるものと必ず乗るものを言ったんですけど、 C だと絶対に乗るのが本テントマンションってさ、ランドだっけ、本テントマンションはランドか。C だとあれ乗る絶対、あれ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 、タワーオブテラーって分かります？屋上行ってさ、ビルがさこうパンキューパンキューってなるやつ、めっちゃ乗ります。あれ楽しい、めっちゃ楽しい。しかもあれを乗るときは、てかジェットコースター何でもなんですけど、最前が一番楽しい。そして一番後ろか一番最前がめっちゃ楽しいから、間になるともうちくしょうって思う。そう、最前だともう最高最高幸せって思いながら乗ったりします。そう、ディズニーのこと考えるだけで幸せなんですけど、皆さんも好きですか？ C は C だと食べるものはなんだろうな、チキン食べるかも。ユニバーもチキン食べるんですけど、C のチキンは結構人気で行列にもなってると思うんだけどC のチキンよく食べますね、美味しいから。
そう、でもあれ全部食べるの大変なの。なんか骨があるからさ大変でさ。そう、でもこの間あのカノンちゃんとランド行った時に、なんかめちゃくちゃラテアートみたいな感じですごくおしゃれなあのミッキーが写ってるラテアートのお店があったんですけど、そこに私たちオープンの時に行きたくて、オープンで行ったらもう予約で全部埋まってて、その8時の枠までキャンセル待ちですよって言われて、すっごい人気だったんですよ。だから今って全部携帯予約なの。まあコロナの関係もあってなんだけど、携帯予約だから。そうだから普通に当日で行こうって言って行けるもんじゃないんだなって。ディズニーでも、まあ、入れることにも感謝みたいな感じでなのかなと思って。そうだから行けなかった。行きたかったんだけど、行きたかったんですけど行けなかったです。リンマルさん、フルお届けありがとうございます。ありがとう。シーンはセンターオブジアーズが好き。あ、めっちゃ好き。絶叫系大好きだからめちゃめちゃ好き。でもね、ああいうのって人気だからね、本当に人気だからすぐに埋まっちゃう、埋まっちゃうというかすぐにさ、あのファストパスなくなっちゃうよね。でも平日のね空いてる日とかにさ行くのがやっぱ空いてるじゃないですか。とても楽しいですよね。行きたいな私も。フルコースシューチありがとう、ありがとうございます。感謝です皆さん、本当にありがとうございます。ありがとう。なんかさっきあのなんていうの、協力してくださる方のあの、あ、協力してくださるリスナーさんのあの応援してる方への星投げをしに行ったんですよ。そしたらやっぱすごいさ、みんなね親指とか人差し指とかでガーって星投げして、何回もさ星変えてでまた拾いに行ってってのをやってると思うと、本当にたくさんの大変なことやってるんだなと思って、本当に皆さんに感謝でいっぱいなので本当にありがとうございます。なんか恩返しとかしたいなと思いますね。本当に毎回毎回大変なのにね、やってくれてありがとうございます。ありがとう。星投げと監督完了ありがとう。しばちゃんありがとう、ありがとうございます。 C は食べ物いい感じね。 C はすごく食べ物も美味しくて、なんかランドも美味しいけどね、なんか何でも美味しいディズニーって。でもなんかご飯屋さんですら並んでるからね、そこは本当にさすがだなって感じですね。お仕事終わった。ほのちゃんお疲れ様、お疲れ様です、ありがとう。たーくんレインボースターありがとうございます。しゅーちゃんレインボースターありがとう。とみちゃん花びらありがとう。たじさんハートありがとうございます。嬉しい。のりくんレインボースターありがとう。なーさんお花ありがとう、ありがとう。翔太くんレインボースターありがとうございます。なーさんレインボースターありがとう。ありがとうね。ディズニーランドとシーの話はしてるだけでワクワク。そうなの、そうそうそう、なんか喋ってるだけで幸せ、幸せなんだけど、もはやミニオン持ってユニバみたいな感じなんだけど、これはこの間お姉ちゃんが撮ってきました。私は撮ってないですけど、今このソファにあるのはミニオンです。ミニーちゃんのワッフル美味しい。ワッフル食べたこと、あ、ある一回、ある、一回その初めて行った時にあるかもしれない。うん、でも大体ディズニーに行く人は私限られてて、小学校の時からの友達のさくらちゃんか、あのゆうなか、あとかのんちゃん、本当にその3人しか行ったことないかも。あとママママってか、え、ママと、あ、待って待って、ママと初めて行ったのか、マリア、いや違うわ、さくらと最初に行ったの、さくらと最初に行った、さくらちゃんかゆうなちゃんか、まゆみちゃんか、まゆみちゃんね、まゆみちゃんママか、かなちゃん、名前出さんで、私だからその4人でしか行ったことがなくて、そうだからなんかさ、あんまそんなに仲良くない友達とかも、まあ、たまにというか、まあ、いるじゃないですか。そういうこと行くと、まあ、楽しいと思うんですけど、あの喋ることなくなるじゃん、そういうの困るから、本当に仲良い子としか行かないですね。ディズニーとかは大事だよね、やっぱそういうのって。だって新幹線もさずっと一緒にいるわけじゃんね。で、あとやっぱ一番仲良い子とかって行きたいから、そうなるともう3人しかいないっていう、まあ、でも3人と行けるだけでもね楽しいんですけど、
C のビッグバンドビートは必見ですよ。ビッグバンドビート？なんだっけ？ビッグバンドビート。絶対言ってるの？ピザにパイナップル乗ってたのは嫌だったな。ピザにパイナップル乗ってたの？そんなことあるんだ、ディズニーも。でマリアが思ったのはあれが美味しかった。なんかリトルグリーマンっていう、そのリトルグリーメンのお餅の中にチョコとカスタードといちごジャムだっけな、なんかあんこだっけな、なんか入っててめっちゃ美味しかったです。しかも可愛かった、プニプニってしてて。ハート500個のりくありがとうございます。ありがとう、キュン、ありがとうございます。まだちょっと帰れんな。アップルさん頑張って、お仕事応援してます、頑張ってください。レインボースターはなるべく週連続でお願いします。そうなんですよ、レインボースターは10回連続というか何事にも10回連続だと 2.5 倍になるので絶対お得なのです、なのですということでお願いいたします。山内来てくれてありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。かのんちゃんとまゆみちゃんのファンです、ありがとうございます。え、なんだっけ、まゆみちゃんのファンみたいです、ありがとうございます。ママのファンも多いみたいでね。本当ですか、ありがとうございます。ショールームでもたくさん登場していますので、声だけね、ね、声だけ、ね、絶叫系するなら一緒に行く人も絶叫系乗れないとダメ。そうなんだよ。でもあの嬉しいことに3人とも大好きなので。そのママはね、ちょっとあれだよね、あのちょっと酔い物酔いするよ、乗り物酔いするよね。前さ怖かったよね、怖かったんだよね。いや、あの息、心臓が止まるぐらい息苦しい、心臓がって言ってた。だからママが、ま、もう年だよママって言ってた、マリアが。でもママと行くとすごい楽しい、まあ、マリアママが好きなので楽しいです。3週とカウント完了、タカちゃんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。2位まで35万も差つけた、お、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。まあ、でもね、油断禁物、油断禁物、禁物、禁物なんだっけ、なのでちょっと頑張っていきましょう、みんなで協力してこ、楽しんでこ、1位頑張って狙うから、頑張るから。マリアちゃんとディズニー行きたいな。マリアとディズニー行くと本当にはしゃいでますよ、あーやーって感じで、いつもって感じです。まあ逆に楽しかったりするのかな、どうなんだろう。かわいい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あやとのレインボースターありがとう、のりくんハートたくさんたくさんたくさんありがとう、本当に。たんくんレインボースターありがとうございます。マリアちゃんこんばんは、小崎さんこんばんは、来てくれてありがとう。でも私はあのこの間そのディズニーに行った時に、その美女と野獣に乗って、これ結構前も話したんだけど、その時にあのファストパスを取って抽選なんですよ、今のって。なんか抽選で当たったら乗れるみたいな、当たらなかったら外れちゃって乗れないんですよ、それにっていうのがあるから、その美女と野獣はあのめちゃめちゃ運よく当たって、当たったから行けたの。あとサワリンっていうあの C にある新しいアトラクションがあって、もうそれ感動しちゃって、そうカノンちゃんと号泣、なんか本当に泣いた、やばいめっちゃ感動するって言って、本当にね、なんかその時は1列目だったのかな、マリアたち1列目で本当に視野が広がるの。なんかサワリンって何と思うと思うんですけど、なんかその世界各国、もう北海道から南国まで違う、地球のちょっと話すの下手なんですけど、地球のなんか全部の観光スポットというか観光地が全部行ったような気分になれる、行ったような気分になれる爽快感が味わえるアトラクションみたいな。だから南国には白クマがいて、間違えた、北極には白クマがいて、南国にはあのもう海みたいな、なんかもう海が広がってるよみたいな感じのとか、あとなんかあそこもあってよ、なんか海外のさ、こういうやつ、こういうやつなんだっけ、あのベトナム
なんだっけ忘れちゃった。まあいいか。まあそんな感じで海外のなんかめちゃめちゃ行きたいと思えるようなところに、これか、はい、これだ。いけるよみたいな感じだったんですけど、やらかしちゃったね、マリアちゃんね。設置してたんだけどな、ちゃんとこうやって開けそう。これを引っ張ったんでしょう。あ、待って待って待って、持ってて、ママ、ママ持ってて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 ね、ちゃんと持っててね。こいつのせいだ。で、いけるんじゃない？聞こえる？なんか雑音低くなったんだけど。まあええかまあいいやって感じだったんですよ。楽しいな、やっぱ話す話題があるといいですね。顔が近い、すみませんって感じでした。ノブティンハート100個ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、ありがとう。サンシュート50マリオサムさん、ありがとうございます。ちょっと今ね、このね、アヤタムの絶対ってところの上しかコメントが反映されてないので、ちょっと読めなかったコメントもあるかもしれないんですけど、もう一度送ってください。もう一度送ってくれると嬉しいです。サンシュート50マリオドラトモさん、ありがとうございます。デート撮影したいな。そうだね、ディズニーのね撮影とかねできたら嬉しいですけどね。って感じで、それではランキングを読ませていただきます。13位アヤタム、12位ターくん、11位シュンケンさん、10位マジックドラゴンさん、9位翔太くん、8位キュベルチュさん、7位ワサムさん、6位ミナトくん、5位メンタン、4位シューちゃん、3位タジさん、2位ノリくん、そして1位ナーさん、皆さん本当にありがとうございました。話すことあるんだって楽しいね、ありがとうございます。あの皆さんぜひ話の話題とかもね、もしありましたらすごく送ってくれるととても幸せです。じゃあ次の配信は11時40分からやるので、昨日よりはちょっと15分ぐらい早いから、また見てくれると嬉しいです。それでは以上、星野マリアでした。皆さんカウントも星投げもギフトも本当にありがとうございます、ありがとうございます。また配信しますね、バイバイ、またね、バイバイだねー。